では暴風雪警報が出ています。かなり激しい吹雪模様となっていますね。石狩市の中心部から今の様子中継です。西尾さん。はい、私たちは札幌中心部から車で1時間ほど石狩市の八幡に来ています。で、今日は細かい雪も降っているんですけれども、今この瞬間もですが、とにかく風が強く、雪を舞い上げてホワイトアウト状態になっています。少し晴れたかなと思ってもまたすぐに舞い上げてしまうので、建物だったり歩道がどこにあるのかもわからないくらいのホワイトアウト状態になっているような時間帯もありました。その風の強さは、こういった旗がなびいているところ、もうちぎれそうなくらいのなびき方というのを見ていただいても分かると思いますし、あとは電線も大きくたわんでいるんですよね。とにかく今日は風が強いです。で、私たちここに来るまでの間、国道231号を通ってきたんですが、そこの通っている間もホワイトアウト状態で、全く見通しが効かない真っ白な状態となっていましたので、一時車を進めることができず立ち往生してしまいました。で、そういった車がもう何台も並んでいるような状態でしたので、正直もちろん自分たちが衝突する心配もありますし、後ろからいつ車が衝突してくるかわからないという恐怖に近いような感情を覚えるような時間もありました。こういった荒れたお天気となっていますので、住宅街でも各地雪かきに追われる一日となりました。時刻は午後1時、北区屯田の住宅街です。青空の覗いたこの時間を利用して雪かきをする方の姿が多く見られます。何分間ぐらいされてるんですか？そんなにしてない、1時間弱ぐらい。それでは1時間もされてますか？これから仕事なので、その車が出せるだけと思って、はい。雪捨てる場所がないですね。やっぱり量がすごいですもんね。今日でもさっきまですごい降ってたんですけど、今チャンスと思って。今日はやはり体感がすごく寒いです。なんか対策とかされてますか？靴下2枚重ねとか。時刻は2時30分です。現在石狩市にいます。留萌方面に向かって走っているんですが、本当に見通しが効かない状態となっています。全くホワイトアウトで遠くの景色を見渡すことができません。どこに車がいるのかというのも正直わからないような状態となっていますので、ハザードランプを焚きながらということになります。ハザードランプを焚いていたとしても、その車の存在がわからないくらい、また青空だとしても、また石狩に入ってきてから特にガラッと天気が変わりましたので、今日は変わりやすい天気だなということを体感として感じています。また国道231号で私たちすれ違う車が事故を起こしている、衝突事故を起こしているという様子も見受けられましたので、とにかく皆さんの交通状況も心配です。非常に危険な状態となっていますので、十分な注意引き続き続けてください。はい、もし危ないなと思った場合にはですね、コンビニエンスストアやガソリンスタンドなどへの避難も考えてください。そしてこれからお出かけの方もまだ警報発表中ですので、この後の不要不急の外出は控えてください。ではさらに場所を北に行きます。深川市内の今の様子どうでしょうか？山崎さん。はい、旭川市から車で1時間弱の深川市の中心部に来ています。深川市の現在の気温は氷点下12度ほどで、雪もちらつく程度なんですけれども、先ほど20分ほどぐらい前まで雪風ともに強く吹雪といった状況でした。そして私の前にこちら広がっているのが国道233号なんですが、現在も画面の奥見ていただきますと、非常に視界が悪くなっているのがお分かりいただけると思います。皆さん車の方々はライトを点灯させて走行されているんですけれども、先ほど吹雪の際には10メートルから20メートル先の状況も確認しづらいような、そんな状況も見受けられました。そして雪は断続的に降っているということで、あちらバス停もあるんですけれども、雪に埋まってしまっている状況も確認できます。深川市に現在警報は出ていませんが、この後もやや強い風が吹き続くということで、明日の朝までは吹雪に注意が必要です。以上、深川市からお伝えしました。